にもいろんな情報が今日あります。まずメニューをご紹介したいと思います。天気テレビの収録ありましたね。そうですね、もう今日はね、あの新聞でもよく伝わりましたね。日本テレビの周りもすごかったね。かいくぐってって感じ、100人近い人も来たんじゃないですか。理香子はあの時期だと思います。竹内さんはよくやってくれたと思います。ちょっと日本の幸せの街は一体どのような話題があるんでしょうか。月曜イレブンならではのシティウォッチングです。これをどうぞ。まずこれ六本木駅のすぐ近くにあるビアセイズというのブティックなんですけどね、この店の入り口に以前この番組で紹介した真島良一さんの作品が飾られてるんですね。このオブジェを飾ったことで店が目立ったのか、なんか売り上げが3倍になったそうですね。いいじゃないですか。いやね、これ通りがかるとね、割と地味な綺麗な店なんだけど地味なんですよね。そう、気がつかないで行っちゃうのね。これがあることによって今度は引っかかるんじゃないですか。客が来るということはいいことですね。店の感じと全然違うものがプレザーだったって感じですよね。それはありますけどね。僕は気がつかなかったね。なんかね、店はね、すごいハイテックな感じなんですけどね。先日六本木の駅の近くにですね、はい、いきなりバシャっていうね感じのお店があった、はい、それをや評判だった真島良一さん、この方がですね、恵比寿の輸入雑貨店 4D、 この内装と外装を手がけているんでね、そこカメラ行ったんですけどもね、ニューヨーク直輸入の雑貨を扱うこれお店で、この内装外装はセメントを固めたものに色を塗ったというものなんですけどもね、これですね、唇多いですね、これね、唇となんかこう変なもんとかなんかやっぱあるんでしょうね、自分の中に。まあ、いう時計とかね、ええ、そのような、まあ、取り立てていいというほどのもんでもないんですけどね、まあ、でも目立つみたいですね。グリムカスだけでも成功っていう感じがします、ね、すごい、なんかうちとこの取り合わせがすごいですね。そうね。これは目立つな。確かに六本木の方でも目立ちましたからね。うん、あれはね、売り上げ3倍ぐらいの売り上げですよね。気づくっていうか、こうずっと呼吸してこう長生きしてくれればいいなっていう、でこう誰かとこう誰かの気持ちにねこう入っていければ最高にいいと思ってますけれども、ニコッとする何かこう人の心をね捉える明るさっていうかね、そういうものが今までなさすぎちゃって、そういうものがどんどん街の中に出てくればね、街はもう実に楽しくなってくるんじゃないだろうかと思うんですがね。渋谷区恵比寿にあります 4D というお店にやってきました。もうとにかくこの外観を見てください。完璧にニューヨークしてるって感じなんですけどもね、こういう古いアパートを改造して作ったお店なんですけども、こういうのはねニューヨークではごく普通に見られる風景なんですって。やっと日本にもこういうお店がやってきたんですね。お店の中はですね、いろんなところから取り寄せた普通の雑貨が置いてあるんですけども、この空間っていうかね、もう周りを見てください。もうポップなアートで飾られていて、もうお店の名前と同様にね、異次元の空間にトリップしてきたっていう感じなんですよね。それでここのお店で今一番受けてるのがね、この 3D ウォッチなんです。もうすごいでしょう、見えますか。それとね、もう一つこっちの時計なんですけどもね、これは中にお水とラメが入っていてね、海なんか行った時もこのまま入れちゃってすごく便利だっていうことなんですけどもね、これからの季節にぴったりだと思いますよ。
そうだね、よしよしよし、徐々にね、はい、親密になってきて、すいません、もうあの今分かった事実言いますので、うん、こちらの彼女がそうウルトラセブンの大ファン、大ファンなんですって、もう付き合いたいって、もう連れて帰りたいぐらいねえ。